ペルシア式カナートはイランの世界遺産の一つである。紀元前のペルシアで生まれ世界に伝播していった地下水路カナートは現代のイランにも数多く残るが、その中でも技術や立地の点で代表的とみなされる11カ所のカナートを対象とする世界遺産である。カナートの模式図工実の登録経緯や登録基準の背景になる点を中心として、 カナートについて解説する。カナートは山陸に、ハハイを掘り、水平に近い、なだらかな勾配で横行を伸ばしていき、離れた地域に水を供給するシステムである。その掘削には、測量が必要不可欠であり、その技術が洗練されていった。横行を伸ばす際に、通気のためや、作業のために、多くの縦弧を開けることになるので、上空から見ると天井に、 縦孔が連なって見える。カナートは古代ペルシアで生まれたとされ、その始まりは紀元前2000年とも言われるが、正確な起源は不明である。カナートについての最古の言及とされるのが、紀元前714年の時績に関する設計文字の記録である。それには、アッシリアのサルゴン2世がウラルトに遠征した際、オルウミー家での攻撃の一環で、 何らかの用水路とオぼ式構造物の出口を破壊した旨が記載されており、これがカナートのことであろうと考えられている。カナートはアラビア語だが、そもそも大元の語源が何であるかは確定していない。アッカド語やヘブライ語で足を意味していた言葉が変化したとする説や、もともとペルシア語だったものがアラビア語に入ったとする説などがある。ペルシア語ではカレーズであり、 イラン東部やアフガニスタンなどではこの号が使われる。カナートはさらに東にも伝播し、中華人民共和国の新疆ウイグル自治区の漢字などと呼ばれる、用水路も、大元はイランから伝播した技術と推測されている。韓国の一万能や日本のマンボも、類似の用水路だが、日本のマンボの起源については、カナートとの類似性に注目して、トルファン経由で伝播したと見る説と、 カナートとの際に注目して、日本で独立して生み出されたとする説がある。また、イランより西にも伝播した。オマーン周辺へは、ペルシアの勢力が及んだ、紀元前6世紀頃に伝播したと考えられており、ファラジと呼ばれている。オマーンの灌漑システム、アフラジ、アルアインの文化的遺跡群という2件のアフラジ関連遺産が、ペルシア式カナートより先に、 世界遺産に登録されている。また、洪水に恵まれるレバントでは、あまりカナートは発達しなかったが、パレスチナの世界遺産であるバティールの農業景観は、カナートと結びついている。北アフリカには、アラビア人を介して、イスラームと共に伝播し、ポガラと呼ばれるその用水路は、リビア、アルジェリア、モロッコなどに見られる。旧市街が、モロッコの世界遺産になっているマラケシュも、 カナートによって発達した都市である。カナートの技術は、ウマイヤ朝の拡大によって、イベリア半島にも伝播した。スペインの首都マドリードも、元はカナートによって開かれた街である。トラムンタラ山脈の文化的景観の農業景観も、カナートと結びついている。ヨーロッパでは、ドイツやボーヘミアにも伝播したが、何よりも、スペインでの定着は、大航海時代を経て、 アメリカ大陸への電波をもたらした。イランの分も含めた、世界中にあるカナートの総数は5万とも言われる。そのうち、発祥地となったイランに残るカナートの数は3万7千以上あるいは約4万と言われ、2010年代、半ばの時点で稼働中なのは2万5千とされる。カナートは、テヘラン、ヤズド、エスファハーンといった主要都市を育んだだけでなく、古代にあっては、 ペルシア帝国の成長を支えた。また、民族とも結びつき、カナートの結婚という儀式が残る地方もある。これは、カナートの水が枯れないように、未亡人の中からカナートの妻を選び、婚礼を含む祭事を挙行するものである。これは単なる伝統行事としてだけでなく、社会福祉としての側面も指摘される。というのは、妻に選ばれた未亡人は、対価として、 報酬を受け取り、最低限の生活保障がなされるからである。ペルシア式カナートの世界遺産の暫定リストへの記載は2007年8月9日のことで、正式な推薦は2015年初頭に行われた。推薦を踏まえ、文化遺産の諮問機関である国際記念物遺跡会議は、同年9月9日から18日に、専門家を派遣して現地調査を実施した。 この時に派遣されたのが日本の山内和也だった。アイコモスはこの現地調査やイラン当局から追加で提出された書類なども踏まえた上で登録延期を勧告した。アイコモスは前述のようにイラン以外のカナートそのものを対象とする遺産やカナートによる農業景観がいくつも登録されていることからなおもカナートが登録されるべきという価値の証明が不十分とした。 関連して3万7000以上あるカナートのうち推薦された11件が本当に代表的なカナートと言えるのかも十分に示されておらず、公正資産や対象範囲の再考も求めた。しかし、第40回世界遺産委員会ではペルシア式カナートに対して委員国から好意的な意見が相次いだ。そしてアイコモスの韓国にもかかわらず、 疑いなく顕著な普遍的価値を持つと主張する委員国も現れ、議論の結果、逆転での登録が認められた。イランは同じ年に認められたルート砂漠と合わせて、世界遺産を21件とし、アジアでは単独3位の保有件数となった。この物件の正式登録名は、英語、ザペルシアンカナート及び、フランス語、レカーナート・ピアースである。その日本語名は、 以下のように揺れがある。エスファハンのカナート内部この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。以下に構成資産の概要を示す。なお、特記事項は、推薦された際に、どのような点で代表的とされたのかを指す。0010020030040050060070080090010011 00。 厚生資産の所在地、ありがとうございます。